はい、森吉劇場へようこそ。今日はですね、本屋さんゲオさんに行ってバリュアブルブックの EX2 と3を買いに行ったんです。3買いに行ったらなぜか2もあったんですよね。で、まあ、最近そのガサガサ見たいか、最近遊戯王熱が再発してしまったので、この辺ねまだ見たことなかったんで買っちゃいました。当然カードもついてるしいいですよね。いやこれ結構そのなんか勉強になるというか学びが多い気がして、これちょっととりあえず一旦買ってきたんですよ。そしたらですね、なんと運命的な出会いセレクション5が中途半端なんですけど11パック売ってあったんですよ。で前買ったやつボックスあるんですけど、これワンボックス15パック入りなんですよね。おそらく誰かが4パック買って余ってる11パックだと思うんですよ。つまり出てやめたっていうパターンが考えられるんですよね。まあただやっぱり目の前にセレクション5あったら買わない選択肢はないやろうということで買ってきました。まあね、今回短い動画になるんですけどサクッと開けていきましょう。とりあえずプリレアはねかなり厳しい戦いになるかなと思ってるんですけど、まあ、女の子系、まあそうですよね、とかの、まあ、デリーフ、ね、だけでも出てくれたら嬉しいです。シークレットはね集めてないんですよね。デリーフを集めてるので、エンゲージとかのデリーフが出てくれたら嬉しいけどね。あ、多分あったよね。よし、そしたら11パック向き終わりましたので枠チェックしましょうか。あー、これはないな、これは全部ノーパラの輝きですね、残念ながら。さあ、じゃあ行きましょうか。ドラゴンメイドスーパー、お、リーラのスーパーだ、かわいいよな。ペガサス、お、リラクゼーションのスーパー、召喚獣のパラレル、シトラールのスーパー、スマホの充電が。あ、これレリーフも出ないパターンじゃないか。4パック買った人に抜かれてしまってるパターンだぞこれは。わ、祝イビルツインプレゼント、祝がとりあえず出てくれましたね。お、キスキルのノーパラ、これかわいい。リーラのスーパーと、あ、レリーフないパターンだこれ、キッズレリーフなしはきついぞ。うわー、レリーフなしか。祝がね1枚出てくれたんですけどレリーフは入ってなかったですね。ちょっとかなり悲しいパターンでした。ふう、そんな感じで悲しいお別れとなりますが、こんな感じです。今日も見ていただいてありがとうございました。では、さようなら。